パリ,ゴリン予選を兼ねたサッカー U23 アジア杯カタール大会で日本は予選の最終戦で宿敵韓国に0対1で敗れ B 組2位通過となったこれで準々決勝では A 組1位の開催国カタールと対戦することが決定した先に主導権を握ったのは第2戦の UAE から大胆に先発を7人入れ替えた日本だった FW 平川優を中心に左サイドから攻め込む。だが、1点が遠い。この大会で無得点の FW 陣は、またもチャンスを決めきれない。0対0で迎えた後半30分だった。韓国のコーナーキックからのボールはファーサイドに送られる。今大会初先発の GK 野沢大使ブランドンが飛び出すが、ボールに触れられない。そこに飛び込んできたのが、 マークの外れたた MF キムミンウだった頭で合わせられ結局この1点が最後まで日本に重くのしかかってしまった X ではコーナーキック一発で沈んだ日本に「不甲斐ない」の声が寄せられているさすがに「不甲斐ない」は中2日でコンディションから来るミスや精度の落ちとかは仕方ないけどビルドアップからの中盤のボール運びしなさすぎ押し上げ微妙 決定力のの差差がそのまま点差になった感じ韓国戦は点を取れる時に取らないとサッカーはこうなってしまう典型的なゲームだったなぁ絶対に勝たなければいけない一戦でした勝って1位突破できれば準々決勝の相手はインドネシアでした今大会でセンセーショナルな戦いを見せているとはいえ明らかな格下です一方 負けけけたことで戦わななればいけない相手は地元カタールですカタールではサッカー人気も高く、この一戦には大観衆が詰めかけ、完全アウェーになることが予想されます。その雰囲気にのまれなければいいのですが、現地で取材を続けるサッカーライター。今回のから2 3日本代表は、実は1999年、小野伸二に率いられた U20 日本代表に匹敵する黄金世代。 と呼ばれるほどだったところが、五輪予選は国際 A マッチで、機関外で選手派遣義務がなく、海外クラブで活躍する日本人選手の招集が制限されていた。大岩剛監督の頭の中には、本来であれば呼びたいと思っていた選手があと7から8人いたと思います。年齢的には久保建英も招集できるんです。はっきり言って、今回はベストな日本代表ではありません。 もちろん招集された選手たちはそのことを感じているし、だからこそ見返したいと思っているはず。カタール戦では、その気迫と意地に期待したいところですね、どう ?8 大会連続五輪出場はなるか大岩ジャパンの底力が試される一戦は4月25日に行われる。